皆さんこんにちは。今日は昼間のカビピザに久しぶりに来ました。いや結構お客さん入ってます。賑わってます。すごく嬉しいです。これから玉三郎さんと仁左衛門さんの第2部お染久松浮名の読み売り、そして神田祭りを見ます。楽しみです。それでは一緒に楽しみましょう。レッツゴー。2月はこの3月の節句のひな祭りも飾っています。すごいな、香川照之コーナーとか中村屋コーナーとか、さすがマニアックですね。さすが香川照之プロデュースコーナーは昆虫のものがたくさん売ってますね。じゃあ入ります。お人がたくさん入ってます。お客さん入ってますね。一番前の席が取れました。嬉しいです。細見久松浮名の読み売りは、玉三郎を演じる土手の六と仁左衛門演じる鬼門の騎兵が質屋から百両を騙し取ろうという物語です。百両を質屋の油屋から騙し取るために、そこの小僧の武具に当たって死んだ男の死骸に細工をして、その死骸を店に持ってって輸するという話です。お染久松が、終わりました。お染久松の中でも今日は土手のおろくというところを玉三郎さんと仁左衛門さんで、演じました。その前半で、暗がり、月の元で、長屋で、まさに、死人を顔を潰してで、ゆすりの元ネタにするというところで、仁左衛門さん、月のようで、見上げながら演じる姿、顔がまさに錦絵みたいでかっこよかったです。以前見た、いざよい精神を思い出しました。月明かりで悪い男はかっこいいです。玉三郎さんは、昔の吉原の芸者という感じで、うまく悪いゆすりの相棒を務めていたと思います。コミカル、最後は、コミカルにハッピーに終わって良、かったと思います。ゆすりがバレても堂々とずっと演じ続ける、座って演じ続ける仁左衛門さん、かっこよかったです。2人の忍たまコンビ良かったです。それではこれから、神田祭りを一緒に見ましょう。それでは行ってみます。レッツゴー。神田祭りはお茶の店から歩いて行ける、私も商売繁盛のために初詣に何度も行ったことがある神田明神の祭りの話です。飛び頭の仁左衛門と芸者の玉三郎の2人のお話です。素晴らしい踊りです。皆さん今、神田祭りが終わりました。玉三郎さんと仁左衛門さん素晴らしかったです。玉三郎さんが、やはり仁左衛門さんと一緒だと踊りながら、かすかに微笑みながら楽しそうにやるところが、普段のクールな玉三郎さんと違うところは見れて、とても良かったです。仁左衛門さん少し膝が辛そうでしたけども、でも押し切って、やはり色男、
いい男いいですね、美男美女とてもいいです。で今日この2月の歌舞伎は、前半のお染め久松で色枠の世界、そして、この神田祭りで、いなせな粋な世界を見れてとてもおすすめです。ということで、本当に観客もたくさんいましたし、拍手もとても多くて、ライブ感もありました。歌舞伎、ぜひ2月これおすすめなんで、この2人の素晴らしい美男美女の組み合わせいつまで見れるか正直言って、分かりません。本当に味わい深い素晴らしい夢のような時間でした。ぜひ皆さん2月の歌舞伎に来られることをおすすめします。歌舞伎を盛り上げましょう。いいね押してくださるととても励みになります。またライブでみんなで皆さんにお伝えします。それでは、またこれからも和風を楽しみましょう。今日は歌舞伎座からでした。また。今日は歌舞伎座や地下の歌舞伎茶屋で、歌舞伎冷やしぜんざいを食べてみようと思います。歌舞伎の熊取りの、おせんべいが、はい、ついています。3月の歌舞伎座、玉三郎さんの雪と金ヶ岬があります。これおすすめです。私もチケット取ってまた来ようと思います。